いやー、なんちゅう回なんじゃこれは。皆さんこんにちは、アランです。今回はウルトラマン Z 第17話ベリアロクの感想を言っていこうと思います。いや、今回はちょっとね、ネタが多かったですね。かなり、まあ、その話はその前回のね、ラストのあのバロッサ星人が来てからの、まあ、話になるんですけど、まあね、そのベリアロクっていう、まあ、タイトルだったんで、まあ、ちょっとなんかそういう、ね、そのベリアロクを軸としてちょっとシリアスな回なのかなと思ったらね、普通になんかそのシリアスというか、もうギャグ回というか、そういう感じのノリの方が多かったですね。まあ、バロッサ星人が出てきたらもうほぼギャグ回みたいなもんなのかなっていう風に思いましたね、前出てきた時も。まあね、始まってすぐね、バロッサ星人が来て、まあ派手に行くぜっていう、まあ某戦隊のね、海賊戦隊のようなこととかも言ってましたしね。あと、まあ普通にね、そのベリアロクのそのなんて言うんだろう、その面接みたいな、あの俺を使って何をするみたいなで、ちゃんと答えて、その気に入ってもらえたら割と誰でも使えるっていうのが分かりましたね。でね、そのバロッサ星人が最初に使ってた時はね、バロパンチって言ったらね、つまらないって言って使えなくなるんで、まあその時の気分次第なのかなっていうふうに思いましたね。まあ、ベリアロクなしにしても、今回登場したバロッサ星人は、その、なんていう、一応、お兄さんなのかな、のバロッサ星人よりは、なんか強く感じましたね。なんか武器の扱いとかもね、結構ちゃんとやってて、その、前の登場したやつよりは、その言葉も普通に話してましたね。日本語、まあ、Z さんより多分日本語上手な感じで話してましたね。で、まあ、戦闘力自体も結構高くてね、あのメツボロスが落としていったあのギルバリスの腕をずっと使ってましたね。あと人間隊の時はギャラクトロンマーク2のなんか持ってた剣というか斧みたいなやつとかも使ってたりしてましたね。結構なんかその前のバロッサ星人はなんかこのバロバロって手振ったらなんかその混乱状態になるとかはありましたけど、今回は使いませんでしたね。逆になんかキーラフラッシュっていう、多分ウルトラマンのあのキーラのなんだろう、その光るやつ、太陽系みたいなやつなのかな、あれを使ってましたね。まあでも卑怯な手はまあ使ってはいましたね。あのウィンダムを人質にするみたいな感じのことをやってましてね、卑怯も楽狂もってメフィラス星人2代目と同じようなことを言ってましたね。やっぱりあれはその宇宙人の中では広まってる言葉なのかなっていうふうに思いましたね。で、前のバロッサ星人はその剣とかをずっと使ってはいましたけど、あんまり使いこなせてはいなかった感じでしたけど、今回登場した2代目はね、結構そのキングジョーの腕とかね、そのギルバイスの腕も結構まあ使いこなせてはいたんじゃないかなとは思いましたね。あとはですね、バロッサ星人がその前回登場したやつでは、その巨大化するときにあのダダの縮小機のやつなのかな、あの機械みたいなの使ってその逆に巨大化とかはしてましたけど、で今回登場したやつはそのジュランの種、ウルトラ Q に出てきたあのでっかい花みたいなのがあるんですけど、それの種を使って巨大化してましたね。でなんかそのバロッサ星人はそのなんだろう、巨大、元はあれなのかな、巨大化とかはしてないのかな、人間ぐらいのサイズなのかなっていうふうに思いましたね。それとも、まあ、巨大化するためにもその他のものとかを奪ってこうでかくなるのか、それともジュランの種を基本的に使っているのかっていうのちょっと気になりましたね。まあ、ジュランの種にそんな作用があるとはちょっと思いませんでしたけど、なんかそういうところで名前とか出してくれるのはちょっと嬉しいですね。まあ、それがちょっとバロッサ星人のいいとこなのかなっていうふうに思いましたね。昨日キーラとかもそうですけど、だからそのスーツとか自体を出て来ないんですけど、その名前とかがね出てきたら、その過去作をちょっと見ていたら結構そのおってなるような感じになるんで、そういう意味ではちょっとバロッサ星人っていうのはすごいその怪獣というか、その制作側にちょっといい役割があるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はい、まあ、今後とももしかしたらね、弟がいっぱいいるんで出てくるかもしれないので、まあその都度ねこういうネタとかを仕込んでくるんじゃないかなっていうふうにちょっと期待しちゃいますね。あとまあですね、久しぶりにウィンダムが出てきましたね。
いや、なんかその新しくなんかアンリミテッドモードですか、あのトランザムみたいなね、録画出て、まあ、やってることはね、あの G ガンのね、まあゴッドフィンガー的なやつをやってましたけどね、あれはちょっと大丈夫なのかな、なんかキングオブハートのじゃなくて、ストレージのねマークとか出てやってましたけどね、なんか新しく必殺技が追加されてびっくりしましたね。いや、あれは大丈夫なのかな、結構、まあ、バロスタ星人のファイナルブレイクとかもね結構ギリギリな気がするんですけど、あれは何なんだろうな、アドリブなのかな、それとも台本に書いてることなのかなっていうの、まあ気になりますね。まあでも今回ちょっとネタの方は結構多かったんですけど、まあ全体的に何度そのアクションの場面っていうのはすごく良かったなっていう風に思いましたね。その人間体になった時のバロッサ星人とそのジャグラーがまあ対決するシーンとかもね、めちゃくちゃねかっこよかったですね。新月残波もね久しぶりに言えましたね。一時的とはいえね、そのベリア6にもジャグラーちょっと認められて、ちょっとなんかやっとなんかこう認められたというか、でまあ切ってみたい奴らがいるっていうのはやっぱりガイさんなのかな、奴らって言ってたような気がするんで、もしかしたらそのダイナとかもまだねえそういう切る対象になってんじゃないかなっていう風に思いますね。やっぱりそのストレージを対象になってるっていうのなんか目的があるように見えて、なんかもう気分でやってるのかなっていう風にも見えましたね。なんかベリアロクとの受け答えを見てて、その辺はまだちょっとねはっきりしてないんでね、まあもうちょっと話が進んだら分かってくるのかなっていう風に思いました。でね、まあアクション部分、まあやっぱねデルタライズクローがやっぱかっこいいですね。なんかこう腕から出すビームとかね、威力高いやつとか、あとこう目が光って、あのジードのエフェクトみたいなのかかっててね、めちゃくちゃかっこいいですね。あれもなんかちょっとねガンダムのバルバトスみたいな感じにはなってましたけど、結構その戦い方も容赦ない感じがしましたね。頭掴んでからこう殴りかかろうとしてたんでね、やっぱりそのベリアル要素っていうのがあるんだなっていう風にも見えてね、いいっすよいいっすよ、あれはかっこいいなあれ。やっぱそのエフェクトがいっぱいついてるね、僕はジード好きなんでね、そのエフェクトがついてるとやっぱかっこよくすぐ見えてしまうんでね、まあ、いやーすごいなんかいいですよ。変身の BGM もいいですしね、やっぱりかっこいい。語彙力がだんだんなくなってきたね。まあね、あのベリアロックのなんかちょっと怖い必殺技でね、バロッサ星人もちゃんとこう撃退できましたね。獣海賊地球でシスみたいに言ってましたけどね、またねいつか弟が出てくるんじゃないかなっていう風に思いましたね。まあね、この先のシリーズで、まあさっきも、まあ、僕言いましたけどね、いろんなネタを使えるキャラであるんでね、やっぱこの先のシリーズでもうその何回も出てくるんじゃないかなっていう風に思いましたね。その度になんかそういういろんなね、この過去のウルトラシリーズ関連のものとか出てきたらちょっと嬉しいなっていう風に思いました。でまあ最後にですね、あのセレブロがねついにカブラギの肉体をね手放して、あの特殊部隊の隊長ですかに新しく体を乗り移りましたね。でカブラギくんはねその記憶がないみたいな感じで捕まってね連れて行かれましたけど、その時にね、あのジャグラーがセレブロがその捕まる前にその特殊部隊のその銃をこう切って倒させないようになのかわからないですけど、その邪魔してねその新しく規制をさせているようにやってたので、そのジャグラー自身のまだ企みがあるというかね。そしてまあセレブロがねその新しく乗り移ってこの先どうなるのかっていうのも結構気になる感じで終わりましたね。でもカブラギくんが心配ですね。僕は結構ボロボロな状態までやられてて、そのね離されてもなんだろう、その敵側っていう感じで捕まったので、ちょっと身の潔白がね証明できるのかっていうのをちょっとね、彼は、次回どうなるんでしょう、次回以降どうなってくるんでしょうね、その辺もちょっと楽しみになりましたね。でまあ次回がねその2020年の再挑戦ということでね、まあやっぱ今年やるだろうなっていうふうにちょっと思ってましたけど、まあ絶好の機会ですねこれが。まあ、ウルトラ Q のね2020年挑戦っていう、あのケムール人が出てくる回の
が元ネタだと思うんですけど、そのオマージュの回なのか、それともなんかこういう続きではないと思うけど、なんかそういう関連のある話なのかなっていう風にもちょっと期待しちゃいますね。ケムール人自体がね、そういうたまに X の時とか、あれ Z の星人だったかな、ね、なんか出てたような気もするんでね、まあ、ちょっとちらっとね、そのパゴスとかも出てたんで、そのウルトラ級の怪獣とか、そういう成人でいいかな、出してくれるのかなっていう風には思いましたね。まあ、僕はちょっとまだウルトラ級の2020年挑戦王の回をちょっとね、過去にちょっと見たような気がするんですけど、ちょっとね記憶が曖昧な部分があるんでね、ちょっとその次回までにもう一回見ておくべきなのか、それともあの Z のあの月曜日ですか、 YouTube に配信しているやつでもしかしたらやってくれると思うので、それを見るべきなのかっていうのちょっと迷ってますね。まあでも、まあ、次回までに見ときます。はい、そうせんとね、ちょっと感想とかもあんまり言えなくなるんじゃないかって思うんで、とりあえず復習ということで見てからやっぱり楽しもうかなっていう風に思います。やっぱりこう昔のキャラクターもこう大事にしてくれるっていうのはいいですね。まあケムール人はね、今ウルバトのイベントの方でも出てるんでね、まあ楽しみですね。ということでね、今日の回も非常に面白い回であったのでね、まあ次回もちょっと期待しちゃいますね。ということで、まあ今日の感想はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。